はいおはようございます。キャプテンアスのバイブルトークです。今日三月十日の水曜日、えー、民数記三十五章の十六から三十四です、えー。ここはですね、あれですよ、あの逃れの街の続きですね。逃れの街ってのはどういう人のためのものかということで、例えば十六、えー、から見ると、人がもし鉄の器具で人を撃って死なせたらそのものは殺人者である。 その殺人者は必ず殺されなければならないということでまあ凶器使ってもう完全な、ね、殺意を持って殺したらそれはまあ殺人であると、えー、ということで、えー、敵意を持って人を、ね、死なせるとそれはあの、まあ、殺人立派な殺人ですと。ただ22から「もし敵意もなく人を突きあるいは悪意なしに何か物を投げつけ」 また気づかないで人を死なせるほどの石を人の上に落としっていうようなそういうこう何というかな過失致死過失による殺人えその場合のためのえこの処置として「逃れの町」っていうものがこう置かれていますと。25「改収はその殺人者を血の復讐をする者の手から救い出し改収は彼を逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければならない」。 彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならないということでレビビトンが必ずそこにいてね大祭司がえまあ大祭司は別のとこですけどもその逃れの町っていうのはレビビトンが管理していてでその年の大祭司が死ぬまでそこにいると。でさらに28そのものは大祭司が死ぬまではその逃れの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後にはその殺人者は自分の所有地に帰ることができる。 そういいことが書いてあると、えー、大祭司がいる間生きてる間はその逃れの町から出てはいけない出,た出てしまった時に殺されても文句言えませんよでも出てる限り守られますよっていうことだと思います。えー、でそのような形でその殺人を犯したって言っても罪があるんだけどもでもわざとじゃなかったり、えー、そういうねいろんな条件の中では 守られるという決ままりりがここにありますと、えー、例えばもし誰かが人を殺したなら証人の証言によってその殺人者を殺さなければならないしかしただ一人の証人の証言だけでは死刑にするには十分でないと、えー、いうのも30節にありますね。だだだから証人が1人がけではダメだと、えー でさらにあなた方は死刑にあたる悪を行った殺人者の命のためにあがい金を受け取ってはならない彼は必ず殺されなければならないところあれでしょうね保釈,保釈金とかっていうのはダメとねなんかお金持ちだったら何か何やってもいいみたいなことはないということですねただえー、逃れの町に逃げ込んだ者のためにあがい金を受け取り妻子が死ぬ前に国に帰らせて住まわせてはならないと。 あのこの「大祭司っていうのがよく出てくるんですけどもこれ、えー、この「大祭司の死によってまあある意味許されるみたいな感じのところがこう書いてあるんですけどもその年の「大祭司があのー、の死ぬというのはこれイエス様の象徴イエス様をここの隠れジータスですね、えー。大祭司の死によって この「逃れの町に逃げた者の罪があがなわれるで自由の身にされる」というのがこれヘブル書の九章十一節ヘブル書の九章のとこにこれ書いてあるんですけどもヘブル書の九章十一節十二節しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ手で作ったものではない言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り またヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖女に入り永遠のあがないを成し遂げられたのですとありますけれどもこの逃れの町のシステムというかねこれは私たちにも当てはまると私たち罪があるんですけれどもあのその罪のある者の,のためにイエス様が死んでくださると。 えー、本当は逃れの町にね、あのー、ずっといなければいけないんですけどもというよりも逃れの町にいることさえ、あのー、もう許されない罪人がこの大祭司が死ぬことによって全て、えー、それが一回こうねチャラになるというチャラになるという言い方あれだよねあが、の、な、ー、われると。よく考えるととんでもない恵みというか。あのー なんだろう人の立場で見るととんでもない話だってなるんですけども自分がその罪人その逃れの町にいなければならない罪人だと思った時にはこれは素晴らしいすごい恵みになっていくと思います。はいということで、えー、明日でもう今日ね「民通記」終わりですけども今日はここまでにしております。